靴は無視。靴は無視。めっちゃ揺れてますよ。年頃。高崎さん、今日も福知山に来ましたけど、今日は何しましょうね。今日はあの、前回はですね、どっちかというと夏のセミということで、セミをいろいろ集めてみようということだったんですが、今日はですね、もう秋も近いということで、秋の鳴く虫を、まあ主に夜に鳴いている、来ました。涼やかに鳴いている夏の虫をちょっと集めてみようと。なるほど。もう取った。もう取った。取った。イナゴ。これ鳴く虫や。これイナゴ。いや、これは違います。口が鋭いね。これはあの鳴くやつ。あ、メスやから鳴きませんけど、あの、カヤキリかな。ちょっとカヤキリ。カヤキリ。あはは。あの鳴く。カヤキリってあの音はどんな？音はね、まあジージージーです。コロギス。コロギスやと思うんですけど、コオロギとキリギリス。コオロギとキリギリスの両方のなんか形を備えたような。へえ、面白いですね。コオロギにもキリギリスにも似てるという。でも違う。はい。どっちでもない。はい。黒いですね。はい。あれ、松虫が鳴いているですね。はい。チンチロチンチロチンチロリン。なんかこうやって歌うと怖いな。うんうん。マツムシでしょ？マツムシかと思います。マツムシの幼虫。マツムシの幼虫じゃ。ああ難しいなこれ。マツムシの幼虫かと思います。はあ。ちょっと待ってくださいね。こっちでも撮りますね。マツムシが今映ってます。マツムシのお腹を映してます。鳴く昆虫を探してまたしてもどん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 野原の奥へ入っていってます。これは鳴く虫。鳴く虫、これ名前何でしたかね。もう成虫になってますんで、これオスですね。オスですか。鳴きますね。鳴きます、はい、夜になったら。これ絵のあったな。これ山椒や。ほら見てみ。それなんですか。山椒の実。山椒ですか。はい。山椒に見つけたのは僕です。ガーン。山椒の実。この大きいやつだけやわ、羽あるの。はい。昆虫を出しにして。靴は虫おるわ。います。泣いてる。あ、カチャ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 言ってますね、はい、クズの葉におるからな、あれ。ここクズあるから。むっちゃ泣いてます。このどっかでおるような気するな。この葉っぱのとこ、この木の枝に。そうですよね。体長は何センチぐらいですかね。体長大きいです。5センチぐらい。5センチぐらい。木の上と見た。木の上の青松虫しちゃうか。もうね、木の樹上で鳴いてる。ほんまですか。はい。なんかで手出し、懐中電灯で手出し。なかなか難しいですよ、捉えるのは。あ、いた。いました。おったおった。鳴いてる、うん、もう完璧にいた。鳴いてますよ。年頃。
1羽発見した。マジですか。はい、こっちも行きます。草むし緑バージョンです。茶色型とね、はいはい、緑型とあるんです。これもクツワムシ君は好感が持てるな。好印象。セスジツイムシ捕まえた。鳴く虫。はあ、ちょっと待ってくださいよ。ピントはマニュアルなんで。よしよしよし。あ、あ、A の来た。これ撮れる写真。これアゲハモドキ。アゲハモドキ。ガーデスはガーデス。これめっちゃあの貴重なアゲハに似たガーデス。アゲハをマネモノマネしてるアゲハモドキ。アゲハに似てるけどガーなんです。こっちに来よるな。どっちか言うたら。でもアゲハチョウと同じですよね、形。あ、サイズちっちゃいけど。あ、そうですね、微妙に違いますけどね、比べたら。なるほど。お、コオロギ。